大阪を代表するスポット新世界にやってきました。今こちらを出迎えてくれているのは人力車の国領さんと原田さん、そして三吉うどんの岸野さんです。通天閣の下にここも予定や新世界店があります。365日休まなかったこのお土産物屋さんも新型コロナの影響で長いこと閉めていました。6月の26日から閉店時間を短くしながら営業再開したので久しぶりに顔を出してみました。店長の南さんに今最も注目しているアイテム3つを教えてもらいました。こんにちは。こんにちは。ここも予定や新世界店の店長の南さんです。はい、よろしくお願いします。6月26日からお店を再開されて今の一押しを3つ紹介していただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあまず最初はコースライト。おー、アマビエ。はい。僕最初これ甘エビやと思ってたんですけど違う。すごい綺麗ですね。そうです、カラフルにデザインされてるんで。有名なデザイナー、デザイナーの人、はい、あー、何がおすすめですか、このアマビエの中で。やっぱでもそのコロナの収束を願ってというところで、身につけて目立つやつじゃないかね。そうですね、やっぱこういうなんか看板というか、あ、そういうのをリュックとか。そうですね、あとこのマスクケースがあるんです。はいはいはい。今ね結構マスクされてる方多いので、これにマスク、入れてます。運ばれてる方も、素敵な商品ありがとうございます。じゃあ続きまして2番目、はい、あー出たー、今や大阪の顔ですね。大阪の顔ですね。これは何が一番、これもでも大体食べ物じゃなくて飾る、身につけるもんですよね。そうですね、もうこれは結構ね、いろんな年齢層の方がいらっしゃるので、はいはい、まあ、若い方は結構こういうなんかバッジとか、はい、見られるんですけど、結構年配の男性の方とかも結構引きがありまして、うん、結構ねこのマグカップとか、それ自分が使われるように、はあ、プリントキューブ、はい、ありがとうございます。じゃあもう1点お願いします。こちらですね、お道具箱。お道具箱、なんかこれ見たことあるな。保育園とかで使うお道具箱の会社の、ね、はい、小学校の机の流れ、はいはい、またこれにのりとか入れてたと思うんですけど、はいはい、まんまそのお道具箱の中に今このようなプリントクッキーが。はあ、ありがとうございます。これはやっぱりその今お手に持ってはるプリントクッキーが人気ですね。人気ですか、はい、ありがとうございます。ここも予定や新世界展は通天閣のすぐ下にあります。今は11時から6時まで、6時までですね。定休日なしで、はい、いかがだったでしょうか。ここも予定屋さんがおすすめするお土産3つ、いろんなものがありますな。それでは皆さん See you。